さちこです。こんばんは。ちょっともうお風呂入ってメイクも落としてるので、ここからしただけで失礼いたします。明日のお昼に高野豆腐を水で戻して、そこに米粉をつけて、そして揚げ焼きにしたものにある美味しいタレをかけようと思ってます。でそのタレはちょっと一晩ぐらい置いてじっくりなじませた方がよりこう美味しくできるので、今からセットして冷蔵庫に置いておきたいと思います。ソースの材料は玉ねぎ、にんにく、鷹の爪からごま、水、醤油麹、醤油、メープルシロップです。それから玉ねぎの辛みが気になる方は、玉ねぎだけここの器に入れて電子レンジで、まあ、1、2分加熱したりとか、あとはフライパンとかお鍋でちょっとね、透明になるまで火を入れるともっとまろやかになると思います。こんにちは、さちこです。昨日仕込んだソースを使ってご飯を食べる時間がやってまいりました。じゃあ早速作っていきますね。まずは高野豆腐です。これ1枚だ、1人2枚は食べたいですね。2枚、これを水で戻します。こんな感じでちょっと置いときます。もうねすぐに戻るので、そんなね30分前とかじゃなくても全然大丈夫です。高野豆腐が戻るのを待ってる間に、最後にのせる青ネギを刻んじゃいたいと思います。高野豆腐が戻ったので水を切って小さめに切ります。今回は8等分にしてみました。米粉をまんべんなく周りにつけています。ちょっと多めの米油で揚げ焼きにしていきます。これで、全部の面をカリカリに焼いていきます。ちょっとねじっくりこれは焼いた方がいいので少し時間がかかります。
昨日のタレがいい感じに出来上がってますよ。これどう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 。うーん。あ、この香りだけでご飯食べれる。じゃあ早速あのタレをかけていきたいと思います。少しタレが余っているんですけれども、これはこれでまたきゅうりと合わせたりとか、あとは炒め物をするときにあのタレとして使うことができるので、また冷蔵庫にしまっておきたいと思います。あとね、暖かくなってきたら冷ややっこにかけても美味しいと思います。では早速いただきます。やっぱご飯食べたいですね。簡単にできて大満足の一品です。よかったら作ってみてください。あ、それからね、一つあの注意点というか、あ、まあ、ちょっとね、控えめに食べた方がいいっていう場合もあるので、ちょっとお話ししますね。今ね、花粉症の季節ですよね。花粉症のその症状が出てるときは、揚げ物だったりとか、あとは刺激物は控えた方がいいっていうのはよく言われていますよね。なので、これやっぱりあの高野豆腐を揚げ焼きにして、そしてネギだったり唐辛子だったり玉ねぎだったり、ちょっとね刺激のあるものをたくさん入れているっていうのもあるので、ちょっと量を控えめに召し上がるか、もしくは症状が収まってからちょっと召し上がるといいかと思います。そうするとより健康的に春の時期を過ごすことができると思います。ということで、今日はSNS で最近あの話題になっている麻薬卵をベジにアレンジした麻薬高野豆腐を作ってみました。それではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。